ヤッホーヤオだよということで、今日はこのサマンサー・タバサー&シュエットの推しバッグを使って中国風板バッグを作ってみたいと思います。ということで、最近知ったんですけど、なんか板場には種類があるらしくて、なんかそのいわゆるその缶バッジとかカードとかをこうパーって綺麗に並べてっていう板場と、お花を使ったりとかレースとかリボンとかを使ったりしてこうコラージュするみたいなっていうのも、っていう板バッグもあるらしくて、でそういう板バッグのことを中国風板バッグって言うらしいです。初めての板場作りが、しかも中国風っていうね。いやー、ちょっとなんかいろんなね方の YouTube とか見たんですけど、難しそう。まあ一旦頑張って作ってみたいと思います。ということで、なんか使えそうなものをいろいろ買ってきました。全部100均で買いました。ダイソーとセリアとキャンドゥで、今回はねアンスタの佐久間レイくんの板バッグを作ってみようかなと思ってます。であと、まだ実は届いてないのとかがあって、Amazon とかで注文したのが届いてなかったりとか、グッズもね、これがもう一個欲しいんですけど、池袋のね中古屋さんとかをめっちゃ回ったんだけど、一個も見当たらなくって、なのでメルカリで買って、でそれがまだ届いてないのでとかっていうのもあって、全部揃ってはないんですけど、まあ、でもちょっと作りたい欲がね今すごく湧いてるので、一旦先にできるとこまで作ってみたいと思います。はい、ということで作っていきます。で今回はね B6 の大きさで作ろうと思ってます。ひとまずカードを硬質ケースに入れて、あ、ちょっと大きい。一応なんとなくのレイアウトは考えてて、こうで同じのを横に並べて、こうかなと思ってはいます。思ってはいる。はい、ここにねロゼットを作ろうかなと思っている感じです。ロゼットとか作ったことないので、マジで見よう見まねでやっていくんですけど、今回黒と紫のリボンを買ってみました。いやー、分からんけど黒紫にしてみようかな。大きさとかもよく分からないので適当に切っていきます。12個できました。そしたら布用強、なんかすごい匂いする布用強力テープで、ここを留める。こう言っちゃあれだけど、なんか結構地味な作業だねでも地味な作業を黙々と続けるの好きなタイプだからさ、全然楽しい。12分割を丸に書いていきます。ここを3等分するっぽいんだよ。めーちゃ適当せんなんだけど、大丈夫かな、いける、まあなんかこんなかやばい、ここひょろひょろなんだけど、まあ一旦これでやってみます。で、どうやってつければいいんだろう。ああ、でもこういう感じ？もうちょっと丸ちっちゃい方がいいかな。一回り小さくしようかな。あ、なんかでもかわいそう。かわいそうだけど、待って、見えない。ほとんどない。ちょっと待って、ちょ、直しまーす。はっ。段ボールさっきの大きさの方が良かったかもしれないから、もう一回切る。缶バッジと同じ大きさくらいはあった方がいいんだな、多分。よし、これでいってみよう。12で分割したのに、
12個もいらないんだけど、なんでどうなってるんだ。うん、で反対側に紫をつけていきます。こっちはなんか割と素材が硬いで、甲の方がね揃ってる感じがあって、多分これの方がいいんだよね、わかんないけど、この向きでやってみる。思ったより時間がかかりそう、作るのに。もう作り始めて30分以上経ってるんですけどまだ何にも完成してません。缶バッジとカードをホルダーに入れただけ結構大変なんだな、板場作るのって。なんかバランスが良くない気がするけど、まあ、え、かわいいえ、かわいいんだが、よし、完成。疲れたもんすでに疲れました。これをね、この真ん中に置こうかどうしようかと思ってるんですよね。このパールとかいらない、いらない、いや意外とあっても可愛いかな。でもこの真ん中にねバラ置いても可愛いんじゃないかと思って、こんな感じね、もういいんじゃないかと思ってるんだけど、一旦ゴムを取るか。バラ左右にとかでもいいか。ちなみにこのバラ紙でできてるので、多分濡れたらやばいことになるかもしれん。そういえば雨の日とかは気をつけて持っていかないと。うわー悩むな、どうしよう。これなしにして、これなしにして、これに周りにこんな感じでねパーってつけてもいいかなとも思ってるんだけど、一回つけてみようかな。こう、まあ、それを置いた上にこれを置くっていうのでもまあ割と可愛い気がしてきた。そうしよう。はい、決まりました。レッサー使うのも初めてすぎて。コラージュはねすごい好きで、紙物のコラージュをよくやってました、昔。ステッカーとか洋書とかを使うコラージュはねよくやってたんですけど、好きで。こういう布物、紙物に対して布物っていうかどうかは分からんけど、布物を使うコラージュは初めて。こんな感じにしたらいいね。後ろも黒いね。よくない？思ったよりなんかうまくというかいい感じにできてて嬉しい。完成予想図はざっとこんな感じかなと思ってるんですけど、あー、パールなしにしてこれの方がいいかもしれない気がするな。パール取ります。こんな感じ。半分に切ります。え、なんか思ったよりいい感じにできてる。うん、白が急にあるとなんか変な感じするかな。
紫でいこう、全部。一気に可愛くなるね。いいね。うん、可愛い。こんな感じでどうでしょう。割と個人的には満足いってるんだけど、まああとここをね、Amazon で買ったやつとかを使ってもうちょっとデコろうと思ってるんですけど、この鍵とか。鍵ってでもなんかどうなんだろうね、合うかなと思って買ってみたんだけど、こう垂らしてもいい気もしてきたな。こんな感じでちょっと動きがある感じとかでもいい気もする。ということで一旦今日はここまでにします。はい、ということで完成しました。いろいろ迷った挙句、結局左右対称にしてみたんですけど、まあ思ったより悪くない感じにできたかなと個人的には思っています。まあでももうちょっと装飾つけたかったなみたいな気持ちはある。やっぱりアンデッドのねイメージがコウモリとかのイメージなので、コウモリのなんか何かとかつけてたらよかったんですけど、まあまあまあでも満足いく形でできたのでよかったかなと思います。ということで、いずれオタ活することがあったらというか、まああるとは思うんですけど、オタ活するときにこれを持っていきたいなと思います。ということで今日はこんな感じで動画終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 X インスタもやってるのでよければフォローしてください。ではまた次の動画でー。